아니에요. 第9、1塁ランナー。もう通る。じゃあもう通る。ミスター、スモールベールスモールだぞ。第9。ここで送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。あ、ダメだ。これ、ダメだ。刺さないじゃん。送球、1塁。はい、走塁の意識が段違い。はい、向こうとは走塁の意識。今のあり。走塁の意識がお前たちが。走塁の意識が違う、お前とは。投げた。やべ。走塁の意識が違いすぎる。 これだよ、みんな。俺が言ってた走塁の意識って分かっただろ。強すぎだろ。投げた。やばい。きれいにミートされた。マジだ。二塁を狙う。ちょっと何してんすか。じゃあ俺、お前と違って走塁の意識が高いんだよ。走塁の意識高すぎる。 無理なんだよ。投げました。いや、これマシンすぎて。いや、無理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 。甘い。しかし、走塁の意識が高い。次の塁狙ってんか。当たり前だろ、お前。走塁の意識の高さ。お前、意識。隙見せた、それよ、もう。隙見せちゃダメよ、俺、相手に。走塁の意識の高さが違うんだよ、もうみんなとは。 タイミングが合わせん。山本さんに首を振ります。あら。センター前。待って待って待って。いや、これさ、これ、いや、さすがに無理ないさ。よく。今のちょっとでもずれたらセーフだから。最後はいいまま。ちょっとでもずれた。さすがにむちゃくちゃだろ。もう、いや、ちょっとね、ちょっと今の完璧だったな。いや、俺みたいに見ましょう、今、扉みたいなやつ。 あ、じゃあ、アップデートしてていいよ。今俺ちょっと。はい。で、これで今すぐアップデートしていく。ばっくりとアップデートしていく。気色悪いやつ。最近もちょっと語彙力が低下して、こういうことしてる。お前ももういつの間にか荒さになってるからな。出会った時はまだ二十歳ぐらいだったのに。会った時まだそう、二十歳とか。お互い分かったもんね。はい。俺、最初うんこじゃなった時、本当なんか芸能人かなんかなと思いましたもん。キラキラしてたんで。 いや、今でもかっこいいですけど、いや、あの時マジでタレントみたいな雰囲気でしたから。<笑>そんなことね。ビビりましたもん。懐かしい。あ、オッケー、待ってね。初めて家行った時に俺だからパワープロ8を対戦したんだよ。あ、そうなんだっけ。うん。そうですよ。<笑>